お願いします。まあ、久しぶりのガールズ競輪ですけれども、走っていて雰囲気どうですか、場内だったりっていうのは。そうですね、結構暑い中、すごい日が当たる中でも応援してくださる方いるので、すごく嬉しい半分、ちょっと体調面大丈夫かなって不安はあります。皆さんね、本当にこれだけたくさんの方が集まってくれて、応援も大事だと思うんですけど、ちょっと本当にしっかりと休んで水分補給してもらいたいですね。ちょっとね、その時間帯によってはね、涼しいところに行ってもらったり、まあ、本当そういうファンの前で走れるやっぱり嬉しさ、喜びっていうのはありますか？そうですね、まあ、久々に8ヶ月ぶりに走って、なんか日本人の声、声援ってやっぱり自分の耳に入りやすいので、たくさんあってすごく嬉しいです。ちょっとね、2日間夜と昼を走ってですけど、ちょっとその時間帯的にはどうですか？私は本当に日中外に出るのがすごく嫌いなので、夜遅いのはすごく嬉しいです。2日目はね、きっちりしのぎ切ったので、はい、まずはね、決勝戦しっかり頑張って、この後少し休めるのかな、休めない？インタビュー撮り、明日の午前中に決勝インタビューってあって、結構過酷な、まだまだいろいろあるのでまあでもその中でもしっかりと時間見つけて休みたいです、決勝に出て頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。では葵さん、はい、レースレベルが上がり続けるガールズ競輪なので、走ってる本人は相当大変なんだろうなと感じますけども、上がりタイム11秒4、結構、そこまで出すのかという時代が来ました。はい、まあそうですね、やっぱり世界で戦っているので、まあほど遠いなと思いますね。そのしかもこれからはそこがスタンダードじゃないけど、はい、そこ目指しての戦いにやっぱなってきます、じゃないですかね。どんな練習してるかちょっと聞いてみたいなと思います。そうね、ナショナル勢がね本当に、まあガールズ競輪のね、その、はい、走らずにその長期間できるというね、はい、まあ、メリットがね、ナショナルの人たちにまああるんでしょうけど、まあ11秒の後半で先行しても行かれてしまう時代になるし、まあでもその11前半っていうのはなかなか多分出てくる人いないと思いますけどね。まあね、里見はね、その衝撃的なところだけど、なかなか多分そこを超える壁が高いと思うんで、そんな簡単に出てくるとは思わないんですけど、まあ、でも里見を倒すにはそこを出すしかないし、まあ、でも簡単に出るタイムじゃないし、まあ、難しいとこではあるんですけど、まあ、なんとか頭使って勝ちたいなと、まあね、苦手なんですけど、まあでも本当そのね、トップで戦い続けて、はい、まあ、必ず下からね、突き上げてきて、そこと戦わないとというのがね、このあって、はい、1年2年苦しい時もありつつですけど、はい、華やかさがね、児玉葵の持ち味でしょうから、決勝はやってくれるんですよね足りないところはね、気持ちでカバーして勝てるように頑張りたいと思います。じゃあ、頭も足も全て使って、はい、ファンにね、喜んでもらえるような走りを、はい、頑張ります。はい、期待しています。はい、まだまだ頑張ってね。頑張ります皆さん間違いなくね、ファンの気持ちが一番わかる選手だとは思いますけれども、はい、こういうオールスターの大会、本当走っている充実度っていうんですか、感じるものはありますか？ものすごい、名前をやっぱいっぱい呼んでもらえるのと、ガールズ競輪をこんなに応援してくれてる方がいるかなと思って、すごいなんか嬉しかったです。まあ、その中ね、2走しっかり勝ち上がり決勝に乗れましたけれども、優勝を目指すというところの意気込みはどうですか？2日目は、万栄競馬のトークショーもあるということで、はい、競馬ファンの方も初めてなんか車券を買ってくれたみたいな、買うよって SNS で言ってくれて、すごいファンの方も来てくれてたんですよ、はい、なんか馬の写真とか掲げてたり、なので車券に貢献する姿を見せれて嬉しかったので、しっかり明日も決勝も投票してもらえるように頑張るのみです。確かにね、万栄競馬との、ね、つながりも深めてという役割も果たされながら、はい、その中で1点、昨日その直線勝負、はい、里見奈さんとの今のその力、どのように感じました？間違いなく、ね、日本一の選手だとは、ね、皆さんが力あると思うけど、全くさせる感覚もなく、やっぱ全然足の違いを感じたし、2日目のタイムを見ても、やっぱズバ抜けて、もうすごい脚力だと思うので、でも私はそれを目指して、これからも頑張るのみなんで、
しっかり見習って頑張りたいです。うん、大きなシリーズにしてください。はい、頑張って。はい、ありがとうございます。ひろこさん、初日を終えた後にちょっと苦しい2日目になるのかなと見てましたけれども、素晴らしいひろこさんらしい走りで1着でした。はい、ここ最近ちょっと不甲斐ないレースばかりで、はい、また一緒かなっていうのも頭によぎったんですけど、うん、いろんな方のアドバイス聞いて、はい、自分がやりたいことは何だろうっていうのを一回考えて、うん、動けたレースだったかなと思います。ちょっとね、本当にその大きなレースとかで期待に応えられないとかが続く時とか、ただやっぱりもうそこで崩れるってことはないですか、やっぱり一層一層っていうのは崩れまくってます、結構、うん、その中で言うと、じゃあ本当に大きな一着が取れたんじゃないかなと思いますけど、練習は本当に良くて、マットも良くて、いつも通りいい状態なんですけど、うん、なかなかレースでそれが出せないっていうのが続いていて、ちょっと自分の中でも分かんなかったんですけど、うん、今日の一着で決勝に乗れたので、うん、本当にお客様には本当に感謝しています。確かにそういう後押しを得ながらね、ウィンディー君を抱きしめて、はい、ひろこさんらしい走りがあればね、どんな状況でも勝ち負けになると思いますので、決勝戦、はい、素晴らしいね一着を期待します。頑張ってください。ありがとうございます。メッセージもらっていいですか。あ、はい、たくさんの投票とたくさんの声援ありがとうございます。本当に悪くても、成績悪くてもずっと応援してくれてる方のおかげで頑張れてます。決勝もやっとビッグレースの決勝乗れたので、感謝しながら走りたいと思います。応援よろしくお願いします。どうぞお願いします。お願いします。ちょっとね、ウタさんにはその久米ウタの今じゃないけど伺いたいのは、その大きなところでのちょっと結果だったりとかで苦しい部分が続いているのかなと思いますけども、本人はどういう心境なんでしょう。まあ、ずっといい状態っていうのは、まあ、全員ないと思うので、はい、はい、まあ、悪い時も悪い時なりでやることは変わらず、一生懸命頑張るだけだなと思ってます。うん、気持ちの面でその落ち込んだりとかモチベーション下がったりとかは大丈夫ですか。特にないですね。うん、しっかりじゃあそのやるべきことを、はい、やりながらだけど、まあ、タイム的なものとかもその気にして、タイムはまあもちろん上がってくれればいいんですけど、うん、まあ徐々にって感じなので、うん、はい、そこはもう練習で積み上げて。そうですね。うん、現状その宇多さんの、ね、成長の速度が周りの選手より早い時期もあったかと思うけど、最近はやっぱりさらに周りの選手も強くなっているような印象を持ちますね。まあ、それはもう個人差はあると思うので、自分のスピードでペースで頑張れればいいかなと思ってます。では今の力で決勝戦ですけども、久米さんらしいその頭脳戦というのかな、頭と、ね、気持ちと、ね、噛み合わせて戦ってほしいなと思います。はい、頑張ります。はい、では決勝戦楽しみにしています。はい、ありがとうございます。風花さん、では少し、はい、レース後のインタビューの時に伺ってて、オリンピック見てて、その、はい、アスリートの人たちがやっぱりその心技体、そういうものが揃わないとという話を聞いて、やなんか感じるものがあったんですか。やっぱり本当にスポーツ結構好きで、はい、いろんな競技 のスポーツを、うん、夜遅くまで寝遅くなりながら見てたんですけど、はい、まあ、本当に同期の太田さんのレースも生で見てたり、うん、本当にすごい身を削りながら頑張っているアスリートの人たちを見て、うん、まあ、やっぱり私まだ足りないなってすごい思わせてもらって、うん、まあ、4年間、まあ、同期の、うん、選手だったり、たくさんすごい私と全然違うなって思わせてもらって、あとはそのメダル取ったアスリートの人たちとかも、はい、みんな同じようなことを言ってて、うん、最後まで諦めないっていう気持ちもそうですし、その心技体3つ揃ってやっぱチャンスが巡ってくるっていうのを言ってたんで、それを思うと確かに私がコレクション取った時って、はい、すごいそういう時だったんで、チャンスも巡ってきたし、うん、そういう意味ではすごく何か目に見えないもの、力とかもあるんだろうなっていうのは自分でも思っているので、
まずはまた作り直して、全然今回準備不足だったので、しっかりと作り直して、またあの大きい舞台で決勝に乗れるように、優勝を目指して頑張れるように、これからも作り直していきます。そうね、ずっとね、一個一個積み上げて積み上げてでね、やってきたと思うけど、ここからより高いところまでね、先があるんじゃないかと思います。はい、ちょっと崩れちゃったんで、しっかりと自分取り戻せるように頑張ります。決勝であったりこの先を期待しますんで、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。はい、確かに2日目はちょっとやっちゃったぞという感じもするぐらいでしたけれども、ね、ヒヤヒヤの決勝進出です。はい、もう本当に皆さんの投票のおかげで乗れた決勝だと思います。実際本当ドリームのポイントが高い分というのがね、ファンのもう力そのものだと思います。そうですね、もう吉川選手と同ポイントだったんですけど、まあ、ドリームレースが優勢ということで選んでもらったというか、決勝に乗れたので、まあ、みんなのおかげ、背中を押してもらってる力っていうのは大きいと思うので、しっかり気持ちを切り替えてまた頑張ります。即ね、恩返しをする決勝戦でもう結果がね、欲しいかなと思いますが、結果が欲しいですね。本当にタイトルも欲しいし、この先競輪選手としてやっていくためにも、大事なレースになってくると思うので、またちょっと明日は夜で時間もあるし、ちょっと時差で朝が狂ってたりもするので、はい、夜だとちょっと安心かなと思います。決勝戦爆裂な一撃をね、見せてほしいと思います。はい、はい、ちょっといいところをまだ見せれてないので必殺出したいと思います。頑張って。はい、よろしくお願いします。